本当にあった。ありがとう、メア。個体識別の障壁、裏解決屋さんだけみたいね。うん、こんなことなら私もバイトすればよかったかしら。すみません、エレインさん。ううん、あなたたちの役目でしょう。私たちの代わりにあのバカに一発お見舞いしてちょうだい。はい。そんじゃ行くぞ。恐ろしげな光景なのに、なんだか懐かしい感じがします。そうね、泣きたくなるくらいに。ベルガルドス先生、あんたの仕業か。焚きつけたのは確かだ。文句は後でいくらでも受け付けよう。それよりバンさん、どうか勝手に行かないでください。魔王だっけ、何か方法はあるんじゃないの。無駄だ、こいつは世界そのものにあだなす。昔からガキの頃から感じていた。誰にも話せず、てめえの胸だけにしまって。だがあの彼方、外への狭間へと封じ込めれば、滅ぼせなくても数百年くらいはおとなしくさせられるだろう。これが俺の選択だ。黒でも白でもなく、私たちだって同じです。それがあなたの選択だと言うなら、私たちも選択してここへ来ました。俺は警察でも遊撃士でもない。あくまで自分の流儀を貫くだけだ。黒でも白でも灰色ですらない、青黒い狭間の領域で。でもそんなあなたを支えて寄り添うことはでき、まだまだ半人前ですけど、あくまで黒でもない白でもない、ましてや灰色ですらない、夜明け前の優しい暗がりみたいに寄り添ってくれるあなただけの色がどうしようもなく愛おしくて、何があっても失いたくはないから。てめえがいなくなろうが俺はどうだっていいけどな。ただ貸し逃げは許さねえってだけだ。そうです、クルガの戦士としてもありえません。僕も同じかな。だいたいバンさん、いちいち矛盾してない？仮に僕たちがあなたと同じ立場だったら絶対に放っておかないよね。そうですね、それだけは容易に想像がつきます。どれほどの困難があったとしても疑問の入る余地すらなく。ああ確かにそうでしょうね。何が白黒つけないんだか。苦み走ったクールキャラはまだちょっと早いんじゃないの。お前ら、これがお主がこの世で成した絵にしにして絆、そしてカルマであろう。夢逃れられるなどと思わぬことだ。先生。
ソが早すぎるだろう。いいから逃げろ。このままじゃ。我を目覚めさせた何時か。頭に響いて。何よこれ、何なの。我はこの可能世界において漂白の魔王と呼称されし者、デアボリックコアを通じてバン・アークライドとつながっている。バン様と一体化した魔王そのものの人格。どうしていきなり。我が頼将が許可なく我を無限につながんとしたため、戦争の時我にさほどの意味を持たぬが、そのどちがたき傲慢は許し難し。あなたが何者かはどうでもいい。どうか私たちの元にバンさんを返してください。ゲナシスが何なのよ。なるほど、他の者がこしらえしからくりか。どうりだ、聞いてる。ええ、冷圧が低下しました。多分バンさんはあの体の中心にいます。この人からの干渉を少しでも弱められれば。よくわからんが、そういうことならば勝機もあろう。の意地と力、せいぜい味わってみなさい。その体でいかほどのものか見せてみる。在庫駆動。ブーストゲージ限界突破。
セット頼むぜ。どうかご覧あれ。頼んだぜ、アニエス。星の力よ、貫いて。亀裂が。よかった、これで。このボケが！バンさん！よくぞご無事で。動けるか？ええ、大丈夫です。いろいろ言いたいこともあるが、まさに千載一遇ってやつだ。お前らどうか力を貸してくれ。もちろんだよ。貸し借り抜きの大サービスでね。援護その他お任せを。バンさん、これを。悪いな、メア。こっちはいつでも行けるわよ。ああ、頼んだ。そんじゃ改めて魔王退治と行くかよ。ああ。よしよ、愚かな。我から逃れられると思わぬことだ。ある意味あれも俺自身だ。俺にぶつけるつもりだった怒り、全力でぶちかましてやる。ウーラ、今回ばかりは遠慮なく行かせてもらいます。チャンスだ。
チャンスだ。上限解放よ。特定のアーツが有効よ。上げていこうぜ。決まってけよ。これで決めます。お返しだ。そうだよ。行きます。ドライブ開始。再発動。フィーバータイムだ。出力最大だ。派手に決める。なお、その輝きを頼んだぜ、アニス。超限突破だ。シールド展開。お返しだ。いや、頼んだぜ、アニス。させるかよ。お返しだ。借りは返すぜ。任せた、リゼット。もらった。アニエス様、バンさん、ここです。ダダッ。お返しだ。フィーバータイムだ。覚悟。ブーストゲージリミット解放。やるわけにはいかねえな。この体も魂も。よかろう。こたびは飛行されど、我と汝はどこまでも同じ。夢忘れるな。汝に安息などないことを。魔覚か。また。いや、せっかくの場所だ。投げやがった。終わった。
今回のところはまあそろそろ戻るぞ。こうしてバンさんは無事私たちの元に帰ってきてくれました。それからはとてもとても忙しい3週間があっという間に過ぎていき、私たちはそれぞれの準備も進めながらバンさんと事件の後始末に追われました。そしてアラミス高等学校の2学期が終了し、私がちょうど冬季休暇に入ったその日。そんじゃ、いろいろ世話になっちまったな。まさかあそこまで尾を引くとは思わなかったからよ。ううん、とんでもないです。日曜学校の試験もあって大変でしたけど、ほんと楽しかったです。ふぅ、アルマータが動力ネットにあんなヤバいのを仕込んでたとはね。おかげで博士たちも半月拘束されてたし。ふっ、兵ゆえ周りもだな。長老の一人が繋がってやがったと。道理でザオと義援爺さんが首都に来てたわけだ。まあそれぞれご苦労だった。リゼットは出航、お疲れさんだった。本当に助けられちまったな。いえ、私もお手伝いできて本当に実りある時間を過ごせました。メアについてわからなかったのは少々心残りですが、まあそっちはおいおいでいいだろう。少し見えてきたこともあるしな。でお前さんはなんで鉄道なんかで帰省するんだ。何を悪い、この時期アウトバーンが渋滞気味で鉄道の方が面倒がないってだけなんだから。ねえねえ、あれって間違いなさそう。でもなんか話してるね。後で隙見てサインもらおうか。バレバレですね。でも嬉しいです、最後にこうして来てくださって。まあせっかくだしね。先生、本当にありがとうございました。不出来な弟子で、これからも心配かけちまうかもしれませんが、少しは前に進めた気がします。それでよい。だが勘違いするな、バンよ。道はこれからも続く。お主は果てなき道を歩むのだ。この世界でお主だけの道を。だがそれは決して一人ではない。それぞれの道は続きながら交わり寄り添っていくだろう。そんな当たり前のことにようやく気づけたようで何よりだ。参ったな。
グーの根も出やしねえ。バンさん、私たち全員に言える言葉かと。そうかもね。5時となりました。この時間のニュースをお伝えします。革命記念祭で混乱のあった首都イーディスですが、今ではすっかり落ち着きを取り戻し。寒いし話し込むのもなんだ。発射時刻もあるだろうし、こんなところか。そんじゃな、またいつか会える日もあんだろ。手紙とかメールはたまにでいいぜ。筆不精だから返せねえかもしれねえ。なんだよ。いや、僕は理科大学の必修単位があるから一時的に帰省するだけなんだけど。え？私も里の新年祭に巫女役で出なくちゃいけないので、それとお兄ちゃんが帰省するらしいので、一緒に訓練して強くなって戻ってきます。あ？俺も母親の命日が近いから一旦コートに戻るだけだぜ。ま、新設があるからそれまでは宴会に舞台と洒落込むつもりだが。な、私もアルマータの総括とメンテナンスのため帰社するだけで、よろしければ来期もまた契約を結ばせていただきたいと思います。まだ部屋は借りっぱなしでたまに寄ると思うんだけど。まあ年明けから新作のクランクインだし、しばらくは超絶忙しいけどね。他の弟子たちに改めて挨拶するゆえ、私はしばらく立ち寄れぬとは思うが、先ほどの言葉早速実感できたのではないか。もうこれでもかってくらいにな。アニエス、全部知って黙ってやがったな。すみません、嘘をつかれたお返しということで。ぐっ。ざまあねえな。反省してください。そんじゃ学芸祭の方はなんとかなりそうなんだな。はい、企画の方はなんとか形になりまして、新年明けてから予算編成と準備をすぐに始めるつもりです。蓮先輩にばかり頼れませんし、頑張らないとですね。でも週1くらいで事務所に寄ろうと思っています。みんないませんし、放っておいたらバンさんの食生活も心配ですし。それじゃあ前と同じじゃねえか。いいから勉強と学芸祭に専念しろよ。少なくともアルマーダについては今度こそ完全にケリはついたはずだ。グレンデルに最後のゲネシス、他にもいろいろ不明なことはあるが、ま、骨休みがてらしばらく様子見だ。せいぜいしょぼい依頼でもこなしてるさ。でも、心配すんな。確かにあれはまだ俺の中にいる。いつ表に出てくるかわからない。そうなったら俺はまた同じ決断をしちまうかもしれない。だが諦めの悪すぎる連中が放ってくれねえと身に染みたからな。今度はもう少し考えるさ。よ、別に嘘じゃないからな。信用できません。せめて月2で
お手伝いさせてください。やれやれ、ま、そのあたりが落としどころか。ジェックの外れだったか。あと10分くらいで着くな。やっぱり結構でかい家なのかよ。郊外の普通の一戸建てです。小さな庭付きで、昔はお母さんが花とハーブを育てていて、今も犬を飼っているんですよ。アルフォンスっていう男の子で、今は皇帝で飼われていますけど。久しぶりだな。バンさんにも紹介しますね。もう戻っているはずですし。いや、お前を送ったらすぐに失礼するつもりだったが。通貨戻ってるって、まさか親父さんもってことか。ん？はい、昨日まで議会で忙しくしていたらしいですけど、今日から同じく年末年始の休暇で数日くらいは親子で過ごそうって。依頼の報酬の件もありますし、バンさんと話したいそうですけど。いやいや、あんなのその場のノリだろうが。SP とかもいるんだろうし、家の前で失礼させて。大丈夫ですよ、外をさりげなく守ってくれてるだけですし。それにアンダルシアの冬季限定ケーキが無事買えたんです。コーヒーを入れますから、お父さんと召し上がってください。ったく、ほんと食えなくなりやがったな。